こんんばは、入山明子です。11月24日水曜日入山明子の「つれづれ日記」昨日の「アミーゴ」で行いましたアコースティックコンサート「ピアノと歌で」で昭和歌謡「男歌ボリューム1を 皆様からいただいたアンケート用紙に目を通しながら嬉しく昨日のあの時間を思い返していました歌える喜びとこれまでにない曲を歌うという挑戦もさせていただいて充実したコンサートまでの準備期間 そして当日のコンサートも自分なりに楽しみながら歌うことができました昨日音響照明を手がけてくださった FM チャッピーさんより写真が届きましたのでそちらの写真を貼らせていただきながら昨日の Facebook にお返事を返したいと思いますまず一番乗りは小川恵子さんでした 京都からですお疲れ様でした近くであれば行きたかったですねそうなんですよね全国各地で開けるようになったらば皆様にもぜひお聞きいただきたいなと思います金崎真希子さんです秋子さんおはようございます今日も一日をお元気で明るく輝いてご活躍くださいね人生七曲り義理と情けと愛を乗せて大ヒットを念願いたします走れ走れとあります ありがとうございます。さあ、そして中垣さんです。おはようございます。素敵ですね。お疲れ様でした。またなーで締めてあります。特徴的ですね。加藤兼久さんです。おはようございます、あきこさん。昨日はアミゴさんでのアコースティックコンサート、素晴らしい雰囲気の中であきこさんの歌声を堪能しました。今日もいい一日になりますように。ありがとうございます。真ん前で見ててくださいましたからね。 金崎吉恵さんです。かわいいまちゃんのハートを持ったスタンプです。長塚正彦さんは花束をくださいました。ありがとうございます。西山秀子さんです。ブラジルからです。あきこさんおはようございます。素敵なアコースティックコンサートのようでしたね。お疲れ様でした。ドレス、着物、とてもお似合いですね。今日も元気で良い一日を、となります。 いつもブラジルからありがとうございます。満月テレオさんです。昨日は埼玉県入間市、武士、アミーゴでアコースティックコンサートお疲れ様。ピアノで歌うアコちゃん良かったでした。普段来れないファンの方、久しぶりの方、北海道からも楽しい時間ありがとうございます。体気をつけて頑張ってくださいね。お疲れ様。帰りは入間の駅から初めて新型特急ラビューに住所乗車して、あ乗車して、 入りました満月さんもアバターでグッドモーニングといただいてますおなぶたつぎおさんです鋼はどんなあきちゃん演歌歌手で聴診器まで持っていかないよねさすが元自衛隊看護師使命の自覚血圧の高い人も安心して見てられるね人魚ドレス客船日人魚ドレス姿客船日見ては誰かに興奮して血圧上がるわ <laughs> と書いてありますおなぶたさんも面白いですね 笠原茂人さんです。おはようございます。一週間の中日、今日も元気で好調な一日となりますように、よろしくね、えー。大野誠一さんです。秋子さん、おはようございます。素晴らしい施設ですね。ヨーロッパ感覚が漂う雰囲気の空間は、歌っていても気持ち良い感じステート。ステージと違う素敵な環境のようですね。お疲れ様でした。えー、ありがとうございます。 沖島はるみさんですあきこさんおはようございます昨日の写真集素敵で輝いているあきこさん皆さんの喜びも伝わって嬉しいですお疲れ様でした今日も元気な笑顔で高く高く舞い上がれとありますお阪部正男さんですうん、えグッドというスタンプをくださいました 小坂かべさんは女の子のスタンプですね加藤敦子さんですあ秋こさんおはようございます昨日は武士のアミーゴさんでのアコースティックコンサートお疲れ様でしたとても素晴らしいコンサート一番前でドキドキワクワクの素敵なひとときでした一部はもみじのお着物での秋子さんの歌二部はドレスに着替えての男歌男歌もいいですね 富山へ帰れも素晴らしかったです。またコンサートをしてください。今日も元気な笑顔の一日になりますように。ありがとうございます。細かく書いてくださいましたね。東山さんです。おはようございます。ステキな一日をお過ごしください、ね。私が勝手に手で伸ばしましたね。ステーキでいいんです。塩田さんです。美しい秋子さん。おはようございます。ありがとうございます。新林さん。 猫ちゃんが2匹で手を叩いています。ありがとうございます。そして西田さんです。おはようございます。次回は私も神戸市よりこちらの会場にて入山さんご本人とツーショット記念撮影撮りたいです。ともろもろ書いてあります。ありがとうございます。そしてスタンプも2ついただきました。ありがとうございます。さあ、そして蝶さんです。うさちゃんがハートを持っています。かわいいですね。 ありがとうございます。西田さんです、えー。女性が踊っています。なんかちょっと悪女っぽい感じですね。金竹さんです。V サインの女の子。いただきました。スタンプです。小田桐高雄さんはバラのピンクのバラの写真を貼ってくださってます。グッドモーニングと書いてあります。稲葉幸恵さんです。豚ちゃんが口からハートを出しています。 森沢隆さんです。入山さん、皆さん、こんにちは。昨日のアコースティックコンサートは入山さんの澄んだ歌声とピアノの音色が心地よく最高に癒されました。会場の雰囲気も素敵でした。また開催してほしいと思っています。人生の生狩り、ギリと情けと愛を乗せて、大ヒット、間違いなし、対岸成就といただきました。深田さんです。この間コンサートされた大阪、 京橋有名な太鼓園が売却されましたとても残念ですというのが長く書いてありますねああ、そうなんですね牧野明美さんです秋子さん昨日はコンサートお疲れ様でした参加された皆様もお疲れ様でした最高のひとときを過ごせましたね私は残念です次回あるのなら楽しみにしてます 人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、どんどん皆様の耳届きますね。体に気をつけ、頑張ってください。とあります。ありがとうございます。また開催予定ですので、ぜひ、えー、秋道さんいらしてくださいね。柴谷とみこさんです。秋子ちゃんお疲れ様でした。行ったらよかったと残念です。皆さんのコメントを見ていると、 羨ましいばかりです着物もドレスも素敵ですね新年会に期待を込めて待っていますであります。柴谷とみこさんは、えー、これはスタンプも一緒にくださいましたね可愛い,いですねさあそれではブログのコメントにお返事を返したいなと思いますブログの方にコメントがあります みつこさんです。あきこさんお疲れ様です。アコースティックコンサート素晴らしいですね。ドレス姿のあきこさん綺麗です。憧れます。みねしでのコンサート行きます。初めてあきこさんに会えるのでドキドキしています。と書いてくださいました。楽しみにしてますね。気をつけていらしてください。管理人森沢さんです。コンサート会場アミーゴの雰囲気とアコースティックコンサートのピアノと入山さんのヒーリングボイスが心地よくてずっと聞いていたいと感じました。 大阪山口でも元気に笑顔でご活躍ください。玉ねぎけんしさんです。アミーゴでのライブお疲れ様でした。あの場所で人生七曲がりを聞いてみたかったので本当に行ってよかったです。とても素敵な会場でのピアノで演歌、オリジナル曲もアレンジが変わると新鮮でした。ライブ後半は優しくおおらかな気持ちになる曲が多かったですね。あきこさんの声の伸びが素晴らしかった。 えー、もみじのお着物素敵でしたねクリーム色のドレスも優しげでお似合いでしたまたあきこさんの歌を聴きに行きますねと書いてくださいました遠く札幌から本当に、えー、よくいらしてくださいましたありがとうございましたまたお目にかかれそうで楽しみですまつりさんですおはようございますアコースティックピアノバージョン声が主体となって好きです 新曲の人生七曲がり、綺麗なお声が響き渡り、素晴らしいです。といただきました。ありがとうございます。野良猫にゃんにゃんさんです。おはようございます。アコースティックコンサートお疲れ様でした。今日は大阪なんですね。昨日から本当に気温が下がりましたね。いよいよ冬,冬らしくなってきました。本当ですね。えー、ここまでですね。 そして YouTube にお返事を返したいと思います。YouTube のコメントを見てみますね。YouTube のコメントは、よいしょ、ありますね。牧野和枝さんです。あきこさんおはようございます。昨日はアコースティックコンサートライブいろいろな歌を歌っていただき、最高でした。 声がとてもきれい、それにお顔もとてもきれい、ありがとうございましたと。ね、ありがとうございます、牧野さん。いつもお付き合いくださって本当にありがたいです。森澤隆さんです。人生七曲りの MV 撮影地でのアコースティックコンサートは雰囲気もよく、ピアノに乗せた入山さんの歌声が心地よくて癒されました。素敵なコンサート、ありがとうございましたとあります。嬉しいです。昨日は1日はお付き合い え写真もたくさん撮影いただいてありがとうございました受付の方でもえ大活躍で大変助かりましたありがとうございました牧野明光さんです明子さん昨日はコンサート大変好評で素晴らしいステージお疲れ様でしたまた開催していただける時を楽しみにしてますこれからも体ご自愛され頑張ってくださいと頂いきました さあそれでは明日は大阪の舞台です先輩方とご一緒になります四人の歌手がステージを、えー、行いますのでとても楽しみですなるせ翔平さん、服部博子さん、郡健太さん、入山明子4名でお送りしますそれではゆっくりとお休みくださいおやすみなさい